山尾洋蔵山尾洋蔵から1917年12月22日は、幕末から大正時代の長州藩士、官僚、死者区。長州藩重臣で宿り木組、重沢氏の旧領地小屋であった山尾忠次郎の次男、須尾国吉次期軍に島村出身、木戸光一の外祖父にあたる。萩藩宿り木組である重沢岩見に、経理の異を認められ方向に上がる。 カエ五年江戸に赴き、同郷の桂小五郎に支持し、その後江川塾の門弟となる。文久元年、幕府の船、亀の丸に乗船し、アムール川流域を査察。帰国後は、函館に滞在して、武田綾三郎に支持した。文久二年、英国公使館焼打事件に参加したほか、花渡富を伊藤博文と二人で暗殺した。文久年、判明により、 バイから藩の史跡に列し、密光で伊藤博文、井上薫、井上る、遠藤金助と共にイギリスへ留学し、長州五傑と呼ばれた。ロンドンにおいて英語と基礎科学を学んだ後、ヒューマセソンの紹介でグラスゴーのネピア造選所で徒弟校として技術研修を受ける。ヒューマセソンの友人のコリン・ブラウン、コリン・ブラウン宅に下宿し、 同カレッジの野学でいくつかの講義を受ける。後に工学療法学校と県として来日するヘンリー・ダイヤーはアンダーソンカレッジの野学で山尾の姿を見たと語っている。ブラウンは山尾が明治3年に明治政府の養殖についたことを工部省お雇いのコリン・マクベインから知らされ、グラス号で 日本の将来のために毎日仕事と勉強に勤しむ山王の姿を思い出し、彼こそ真の疲労であると述べている。明治元年に帰国。帰国後に明治政府に出資し、横須賀製鉄所担当圏大進むとなった。鉄道技師長のエドモンドモレルの提案を受けて、伊藤博文と共に明治三年法務省の設立に努めた。明治四年。 工部省が重量一子体制で指導すると、岩倉施設団副市として外遊する工部、大輔の伊藤博文に代わり工部省をまとめ上げると、共に工学寮と測量市の長に就任。日本最初の実務技術者養成機関である工学校の創設に尽力し、この工学校は1877年に工部大学校と改められ、後の東京大学工学部の前身となった。 後部県大、進む、後部省有、後部大輔を経て、1880年後部教に就任するなど、工学関連の住職を任された。また、三陣議官、三陣副議長も務めた。1885年に新たに創設された、法制局の初代長官、宮中顧問官も務めている。1887年5月24日に、死者となる。 1898年退官後、文済に親しみ特に金魚の飼育を好んだ。明治4年には、盲学校、老学校の設置を主張する、憲白書を表すなど障害者教育に熱心に取り組み、1880年に、落前会訓盲院を設立した。1915年には、日本童話協会の総裁となっている。明治9年に、 落前海訓網院設立認可が降りた日にちなむ、東京網和学校の設立記念日12月22日は、幕末に山尾が暗殺した花はただ富の命日と同じ日付である。1917年、死去。長男、次男は創生しており、三男の山尾三郎が死者区を執着した。ありがとうございます。